マイケル・ビスピンは、イギリスの元男性総合格闘家。キプロス・ニコシア出身、アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム在住、レイントレーニングセンター、アービカ、トレーニングセンター所属、元ユフック世界ミドル級王者、元刑事レイジ世界ライトヘビー級王者、タフサンライトヘビー級優勝、ユフック殿堂入り、イギリス人史上初のユフック世界王者、 マイケル・ビスピングとも表記される、イギリスの総合格闘技界に大きく貢献した人物であり、総合格闘技のメジャー団体、ユフックの第一戦で長きにわたって活躍した。2007年にユフックのメインイベントに出場した初めてのイギリス人となり、2016年にはイギリス人史上初となるユフック世界王座を獲得。引退後は、 総合格闘技に大きく貢献した人物のみに贈られるユフック殿堂入りを果たした。トラッシュトーカーとしても知られ、イギリスのみならずアメリカでも大きな人気を博した。2009年ユフック1 0 5の前日計量にて、デニス・カーンとステアダウンを行うビスピン父親が英軍人であったためキプロスのニコシアにある英軍基地に生まれ、その後イギリスのランカシャーへ移住。母親はアイルランド人。 父方の祖父はポーランド人であり、1939年のポーランド侵攻が勃発したことで、ポーランドからイギリスに亡命している。8歳から古流充術のトレーニングを始める。1994年15歳の時に英国初となる禁止されていないアマチュア総合格闘技に参戦した。18歳の時にボクシング、キックボクシング、空手のトレーニングを開始し、 キックボクシングでは5度イギリス王者となったが、フルタイムの仕事に専念するためにトレーニングを断念することを強いられた。当時、ビスピンは工場、食肉処理場、解体会社で働くことに加えて、家具職人、郵便配達員、瓦職人、左官、販売員としても働いていた。2003年に、プロ総合格闘家となることを決意し、2004年に、 プロ総合格闘技デビュー。2004年7月10日、刑事レイジ7で、刑事レイジ、ライトヘビー級王者マークエプスタインに挑戦し、小勝を収め王座獲得に成功した。2004年11月27日、刑事レイジ9の刑事レイジ、ライトヘビー級タイトルマッチで、マークエプスタインと再戦し、小勝を収め王座の初防衛に成功した。2005年9月、 マネージメント上の問題により、世界ライトヘビー級王座を剥奪された。2006年にユフックの登流門的番組ザ・アルティメット・ファイターさんに、キト・オーティズ率いるチーム・オーティズのライトヘビー級選手として参加。6月24日のライトヘビー級トーナメント決勝で、ジョシュ・ヘインズを破り優勝を果たした。2006年12月30日。 ユーフック本戦初出場となったユーフック66でエリック・シェーファーと対戦しパウンドで TKO 勝ち。2007年4月21日ユーフック70でエルビス・シノシックと対戦しパウンドでニティコ勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。デビュー以来13戦無敗で全試合小股は一本勝ちとなった。2007年9月8日ユーフック75でマット・ハミルと対戦。 全体として劣勢に立たされながらも、2から1の判定勝ち。キャリア初の判定での決着となった。2007年11月17日、ユフック7 8のメインイベントで、ラシャド・エヴァンスと対戦し、1から2で判定負け、キャリア初の敗北を喫し、無敗記録は14連勝で止まった。この試合に出場したことでユフックのメインイベントに初めて登場した。 イギリス人として記録された。2008年4月19日、ミドル級転校初戦となったユフック八8 3で、チャールズ・マッカーシーと対戦し、1R 終了時に、マッカーシーの腕の負傷による TKO 勝ち。同年6月7日、ユフック八8 5で、ジェイソンデイにパウンドで1ティコ勝ち。同年10月18日、UFK89 で、 クリスリー・ベンに3から0の勝ちを収めた。2009年には、ザ・アルティメット・ファイター、ユナイテッド・ステイツ・ VS ・エス、ユナイテッド・キングダムで、チーム UK のヘッドコーチを務めた。7月11日のユフック1 0 0では、チーム US のヘッドコーチであったダン・ヘンダーソンと、対戦し、ニアールに、右フックでダウンを奪われたところに飛び込みながらの、パウンドで追撃され、自身初の小負けを喫した。 2009年11月14日、UF ック105で、デニス・カーンと対戦。1R は劣勢となるも、2R 終盤に、パウンドで TK を勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年2月20日、UF ック110で、バンダレー・シューバと対戦。テイクダウンを奪い、グラウンドで優勢となる場面があったものの、試合終了直前に、右フックでダウンを奪われ、0から3の、 判定負けを喫した。2010年10月16日、UFC120 のメインイベントで秋山義弘と対戦し、スタンドの攻防で上回り、3から0の判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。2011年2月27日、UFC127 でホルヘリベラと対戦し、スタンドパンチレンダーでニキコ勝ち。試合前、リベラ陣営から挑発を繰り返されていたため、 試合後に、リベラのセコンドに向かって、唾を吐きなかい指を立て、リベラ本人には、負け犬は家に帰れと罵った。その後、ビスピンは、オクタゴンの勝利者インタビューで、直ちに謝罪するも、懲戒処分と罰金を課せられた。2011年12月3日、ザ・アルティメット・ファイター14フィナーレで、ジェイソン・メーヘム・ミラーとコーチ対決を行い、三アールに、 ボディへの膝蹴りでダウンを奪い、パウンドで TKO 勝ちを収めた。2012年1月28日、ユフフクオンフォックス2のミドル級王座挑戦者決定戦で JL ソネンと対戦し、前戦したものの0から3の判定負けを喫した。同年9月22日、u フク x 1 5 2でブライアン・スタンと対戦し、3から0の判定勝ち。 2013年1月19日、ユフック、オン f x 7で、ビクトー・ウェルホートと対戦し、ニアールに左ハイキックでダウンを奪われ、パウンドで TKO 負けを喫した。2013年4月27日、ユフク百1 5 9でミドル級ランキング10位のアラン・ベルチャーと対戦。終始打撃で圧倒するも、ビスピンの指が相手の目に入り試合が続行できなくなったため、 指が目に入った時点までの負傷判定での決着となり3から0の判定勝ちを収めた。2013年10月26日のユフック、ファイトナイト30でマーク・ムニョスと対戦予定であったが網膜剥離のため欠場した。2014年4月16日1年ぶりの復帰戦となった湯吹ク・ファイトナイトビスピン VS ケネディで ミドル級ランキング8位のティム・ケネディと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2014年8月23日、ユフック・ファイト・ナイト・ビスピン vs レで、カンリーと対戦し、パウンドで4キコ勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年11月8日、ユフック・ファイト・ナイト・ロック・ホールド vs ビスピンでミドル級ランキング5位のルーク・ロック・ホールドと対戦し、 マウントからのギロチンチョークで 2R1 本負け。2015年4月25日、UFUK186 でミドル級ランキング11位の CB ダラウェイと対戦し、3から0の判定勝ち。2015年7月18日、u f ックファイトナイトビスピン VS ナイツでミドル級ランキング10位のターレスレイチと対戦し、2から1の判定勝ち。 2016年2月27日、ユーフックファイトナイトシルバ VS ビスピンでミドル級ランキング5位のアンデウソン・シューバと対戦し、3から0の判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。ーフック世界王座獲得2016年6月4日、u フック1 9 9のーフック世界ミドル級タイトルマッチを負傷欠場したクリス・ワイドマンの代役として、 大会17日前の試合オファーを受けて、王者ルークロックホールドに挑戦。試合前の予想では、圧倒的不利と見られていたが、1R 中盤に、左フックでダウンを奪い、立ち上がった、ロックホールドに、追い打ちの左フックで、再び、ダウンを奪って、追撃のパウンドで1アーコが地を収め、パフォーマンスオブザナイトを受賞。約1年半越しのリベンジを果たし、王座獲得に成功した。 ユーフック参戦10年目にして、イギリス人初のユーフック世界王者となった。2016年10月8日、地元マンチェスターで開催された、ユーフック204のユーフック世界ミドル級タイトルマッチで、ミドル級ランキング13位のダンヘンダーソンと再戦。1R、2R に右フックでダウンを奪われ、ストップ寸前まで追い詰められるものの、その後は手数というコーダで盛り返し、 3から0の 5R 判定勝ち、王座の初防衛に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞。約7年越しのリベンジを果たした。世界王座陥落2017年11月4日、ユー UFC217 のユーフック世界ミドル級、タイトルマッチで挑戦者のジョルジュ・サンピエールと対戦。グラウンドでの下からのエルボーで、サンピエールの額をカットさせるものの、3R に、左フックでダウンを奪われ、 リアネーキドチョークで、見込み一本負けを喫し王座陥落した。2017年11月25日、王座陥落からわずか21日後の再起戦となった、ユーフックファイトナイト、ビスピン VS、ガスタルムで、同大会を欠場したアンデウソン・シューウバの代役として、ミドル級ランキング9位のケルビンがステラムと対戦し、1R 中盤に、左フックでダウンを奪われ、パウンドで小負け。 2018年5月28日、現役引退を表明。古流充実とキックボクシングをベースに持ち、打撃とテイクダウンを組み合わせた攻防を得意としていたが、キャリア番年はスタンドに偏ったスタイルにシフトチェンジしている。中でもスタンドでの左のパンチが大きな武器であり、ルークロックホールドやアンデウソンシューバからも左のパンチでダウンを奪っている。スタミナも豊富であり、 5R マッチでも手数を休めることなく戦い抜くことができる。ありがとうございます。